今日はね、俺さ、よくこの動画を見てくれてる人から、あの勘違いじゃないけど、俺は上ん?って思うんだけど、浅野先生、浅野講師、浅野さんって DIY も好きなんですか？ DIY めっちゃうまそうですね、好きそうですねって言われるんだけど、俺さめっちゃ苦手やし、全くせん、うん、せんせんせん。多分ね、このセットがそのそうやってこうイメージさせてると思うけど、もうこれね全部嫁さんのアイデアやし、その、まあ、雑誌本を見て、あ、これかっこいいわと思って、で相談しながら作ったんやけど、うん、これね、なかなかレイアウト変えるのももう本当めんどくさくて苦手だけどね、俺そういうのプロじゃないけどあんま聞かんでるし、でそのまあまあ結局もうほったらかしにしてぐちゃぐちゃにどのものが溜まって、12月にできんくて、1月の初めにやっとちょっと俺掃除したんで、俺んちさ狭いで自分の部屋ないし、これ実はあのほんとキッチンの横の自分のコーナー、自分が一応作業するスペースで、まあ一応撮影もしてるんやけど、で俺ちょっと気づいたんで、ほんとね、このコロナ禍に帰ってきて自分のスペースを作って、でこの間掃除しててさ、本をまず片付けたわけで、本ってないけど、もうやっぱ最近って思うけど、一回読んだらもう読まんよね。で俺がちょっと最近こう時代というか、実は俺本好き、もうめっちゃ本買うし、スポーツの本とか、そのなんか尊敬するとか気になる人の書いた本とか結構こぞって買ってた、中古でも買うし、もちろんこう狙ってて買うし、でもさ多分その仕事がちょっと忙しくなって、あんまりそういう本を読む時間がなくなってさ、全本買わんくなったね。というかもうネットで済ましてるし、ネットで情報を見てる。あの俺はちょっと iPad とかでこう本読むとか、そのタブレットで漫画読むっていうのはちょっと苦手で、あんませんねん、もうめったにせんねんけど、でさその本を1月の初めに片付けたら、もう俺ね多分その夏くらいからもうたったのこんだけしか本買ってない。で俺がね、その、まあ、そんな本好きがもう本読まなくなったけど、まあ、買った本ってかまあ面白い本やけどね、ぜひ紹介したい。もうほんと2ヶ月に一遍ペースで結局買ってるけど、もうなかなか読む機会がない。はい、1つ目、下克上トレーナー。これねちょっと意外と旬になったね。もうほんともう俺に顔がそっくりじゃないか、こんな医学医頭でヒゲの人なんやけど、まあこれねジャケ買いじゃないけど、ちょっとこうタイトルも引かれたな、下克上トレーナー。もう下克上講師じゃないけど、やっぱり自分と何か照らし合わせたい、共感したいと思って買った。でしかも最近このもう本当無敗で無敵の武井さんが K1 からボクシングに転向、すごいね。こんなん進める人、こういうこう将来性が分かってるトレーナーなんだと思う。武井さんの絶対自分だけの判断でやらなくて思うし、まあ、これ後々になった本だけど、これめっちゃ面白い本当ね。下町の、元半グレの人が
結局いろんな人に出会っていろんな人のサポートを使って、滝を育てた。滝の他にも多分誰だっけ、 K1 王者を 2,3 人、しかも短期間で育て上げた、うん、面白い。で、俺がね、やっぱすごいこう多分ね、パラパラと開いてこう、ここが共感したっていうのは、まあそのやっぱすごい人もそうやし、俺もそうやけど、なぜ子供を教えるのか、なぜどう子供を教えるのか、これすごい俺興味がある、うん、もうほんと子供ってすごい変わってくるし、やっぱ子供を教えることでもう飽きもないし、マンネリも来させたらいけんし、俺多分これそのどんなこう大学生とか高校生とかトップアスリートとかアマチュアアスリートとかプロを教えるにもやっぱりね、俺子供を教えてた方が俺ほんといいと思う。俺もね、もう今毎日大体100人くらいの子供とすれ違って話しかけたりして、まあ前の仕事とガラッと年齢対象も変わったし、まあ時々保護者の人とも話すし、もうほんと全く違う、こと、違う年相の人とやってるけど、やっぱりね、若い子、もう超若い、小学生ぐらいの子、幼稚園の子と教えるのはめちゃくちゃ面白い、うん、でね、この秘密がもうものすごく書けたり、本当、まあ、パッとさ、じゃあ題名やけど、幼稚園児でも20時はすぐ飛べるとかね、合言葉は気持ちいい、地獄の特訓を喜んでやると思うのだって子供たち、子供が言う前に自分がやってみな、うん、親の対策とかね、うん、遊びながらとにかく、教える、うん、恐怖心が競技人口を、減らす、負けても次と思える勇気が大事、体罰はいらない、伸びしろのない子が覚醒する瞬間。これね、水泳のコーチは読んだ方がいいよ、うん、はっきりと読んだ方がいい。まあ水泳のコーチでもそのクラブコーチとかは俺すごいいいと思う。俺はそれ共感するとこが多いし、泣けても2020ベストブックオープン俺くらいな、いい本でした。でもちろんいろんなこう活躍したアスリートがって本出してないけど、もうほんとね、あんまりこうピンとこんかな。はい。少年ザフット漫画、これもね、まあ、ヒップホップとかオールドスクールとか、まあ、特にこのショックウェーブなんか俺昔持ってたし、そのソニースポーツをこう連想するし、でもやっぱりね、ちょっと俺これ言っていいか知らんけど、このほんとね、たかだかガタガタ抜かすな、俺このこともね、すごいこう今議論されんといけんと思うし、もうほんとね、これ漫画で訴えてるわ。タトゥー問題やったり、そのドラッグの問題やったり、もう暴力のことやったり、そのまああとさらにこうやっぱヒップホップのこのなんていうのカルチャーとか、それを現代風にすごい、これなんていう作家の人かな、ちょっとごめん、分からん。でもさ、このやっぱこの付箋じゃないけど、まあ、なめだるまさんとか、そのパンピーが、これお前読めよとか、これあのが、面白い、現代のその、ヒップホップバイブルだとか言うとさ、俺は、くすぶられるわ。カチャだね。でね、これもできれば指導者の人に俺もすごい読んでほしいというか、もうその、まあ、最低でも、うん、
年に1冊くらいはやっぱ俺買ってじっくり読むべきやと思う。はい、ファッション雑誌、うん、これもね、俺は結構立ち読みはすごいするんやけどあんまり買わんけど、たまに買いたくなる、うん、でもうオーリーサムライ、もう俺あらゆる雑誌を読んできて、昔は買ってたけどちょっとやっぱね系統が変わって、そのブランドが出すものっていうよりもちょっと最近はこういうファッションスナップ、いろんなその辺にいる普通の人の格好を、参考にする、色使いを参考する、サイズ感参考するとかいうことを、うん、やる、うん、でも結局さ、もうなんか俺自分の好きな格好でなんかすごいこうきれいめ、きれいめスケーター、きれいめヒップホップ、あんまりこうスキニーパンツとかピッチリしたのは好きじゃなくて、まあ、普通っぽい中になんか俺はこうエッセンスを加えたくて、もうほんとこういうので結構研究するし、これはすごい参考になったかな。髪型とかなんかそのファミリー特集やったり、もうスニーカーのことも書いてるし、キッズのことも書いてるし、俺はこれはもうほんと時々しか買わないし、ほなもうほんとでもこういうのってさ、ポンって置いてると意外と週に2回くらいパラパラって読めちゃうし、もうほんと1分くらいで読めるもんやし、まあ、自分の頭とか、やっぱ買いたいものは常にあった方がいいと思うし、うん、っていう意味では多分俺年にこれも2回くらい買ってるかもしれないね。もうほんとね、本買わなかった。あ、あとこれ、これもね出てきて、まあ、全然読んでないんやけど、はい、アサナエンターテイメント、これはね本当に10年前くらいに FC2 のサービスでこうやってこう書籍化できるみたいな、で多分2000円くらいでやったんやないかな。もうこれは本当まさに10年前、広島緑で俺が半年超本気で、目の色変えた時の、思った時のブログを、そのまま本にしたってやつ、うん、これもねまあ読み返すことはないけど、たまに読んで、自分の思うことやったりをこうまた、あ、こんな練習してたんだとかさ、こんな気持ちでやとかさ、こんなものを作ったんやとかさ、こんな髪型してたんとかさ、こんだけ JO を切らし切ったんとかさ、こんな合宿したんやとかね、いろいろ書いてる、うん、たまーに読み返すから。で結局3冊しかさ買ってない、コロナウズ、まあ、夏以降だとね、うん、でもやっぱね雑誌でやっぱたまに本とかはたまに読んだ方がいいよ。特にね俺はもうやっぱりダサいっていうのはあんまり良くないと思う。でこのネットで見るファッション雑誌、ファッションスナップ、うん、いいんやけど、おしゃれやっぱもう俺ほとんどのね、実はもう紙面の媒体で結構その否定的なんやけどね、まあ買うこと、そして頭を入れることっていうのに俺は意味があると思う。平井くん、まあ、名前変わって福岡にあったんやけど、安くん水泳でブランド作ったけどね。でそのルーズがさ、ルーズの一つがやっぱこういろんな昔にオーリーとかあのアイスクリームとか、その雑誌からインスパイアされたとかラッパーからインスパイアされたってさ、大したもんや。水泳選手ってまあ昔はやけど、もうユーチャーレギュラーめちゃダサ、水泳の指導者めちゃダサ、もうそんなね誰もついてこんよそんな、
特に昔はそんな体なんかも気にしてなかったし、コーチは泳げる泳げんなんかむしろ関係ないし、むしろ泳げたらダサい、あの泳げたらもう本物じゃねえみたいな時代やったけど、もう今はね本当ガラッと変わったし、やっぱり、うん、俺はダサいのは良くないと思う。そのおしゃれな基準も別にないけど、ダサいの良くないよ、うん、おしゃれは諦めてはいけ。はい、というわけで、もう紙面媒体もうほとんどなくなってきたね。もうほんとね、下手したらこうネットで読む、俺はもうほんと好きなんだけど、そのなんていうの、携帯で読むみたいなのもすごい、多分俺が思ってる以上にいろんな人がやってると思うし、こんなん重いしね、もう俺もアホみたいにさ、読まん本をさ押し入れに入れてるわ。それいつかもほんとメルカリでとかで売りたいし、もうはっきり寄付でできるんやけど、なんか捨てれんよね。そんなまんま良くないね、断捨離できない、かっこ悪いね。どんどんちょっとほんと変わってかないけんだなと思っと。はい、断捨離やっとる？いろんな人のね、読んでる本とか、俺本でね、結構ね、その人の頭の中が分かるし、大体本で、ああこんなこと考えてるのこういう人なんやなってのも人の本棚見たら分かるしね。まあうん、本紹介でいいものは俺はいいと言いたいね。あんま否定的にならずに全て受け止めて。はい、以上アリオス、バイバイ。